このスマ。騒がしいと思えば棒切れを持ったバルスの踊り、応戦が近いというのに随分と能天気ね。もうラムったら、あれは踊ってるんじゃなく一生懸命お稽古してるのよ。がむしゃらで無我夢中に頑張るスバル君、素敵です。キャー、やかましい上に騒がしい、何事かしら。魔獣？と思ったけど、ジリューかしら。なんだかすごくヘンテコな子だけど。どちらにせよ、ロズワール様の屋敷に入り込むなんて到底見過ごせたものではないわ。レム。はい、姉様。ここはレムにお任せを。はぁ？シャー！おいおいおい、なんだあのトカゲ。レムの攻撃をすばしっこく避けて。って待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 て、なんだその光は。あっ、眩しくて何も見えない。やべ、エミリアさんこっちに。あれ、なんだか前にもこんなことがあったような。おや、奇妙な反応をたどってみれば、何やらおかしな事態が起こっているようじゃないか。ふん、実に興味深い。せっかく起こった不測の事態だ。どうせなら僕の好奇心を満たす結果を期待したいが、ひとまずどんな選択がどんな結果に結びつくか期待して観測させてもらうとしようか。エミリアターン！なかなか見つからないわね。ねえ、一撃必殺ウサギが目撃されたのって本当にこの辺りなの？ギルドでは確かにそう聞いたのだが。どっかに移動したのかもしれないな。よし、こういう時は諦めるのが一番だ。待ってください、カズマ。討伐報酬がないとそろそろピンチなのでしょ？いざとなったら何をしてでも生きていけるさ。人間ってのはすごいんだ。まさか私に体を使って稼いで来いという気か。そんなことは。いや、だが断りきれずに流されて。安心してたクネス、ヘタレなカズマさんはそんなこと言わないわ。誰がヘタレだ、お前今日という今日は。シャーン、うわ、眩しい。おお、一撃必殺ウサギの代わりに先行リザードランナーが出ましたよ。あいつもレアモンスターには違いない。報酬のためにもここで捕獲しよう。なんか嫌な予感がするんだが。はあ、カズマ、たまにはやる気を出したらどうですか。いや、やる気とかじゃなくて、このトカゲが出るってことはだな。シュー！あ、あいつが逃げるわ。私、ウィズみたいにパンの耳だけ食べるのはごめんよ。カズマ、追いかけるぞ。このスバ。